これはもう見てくれたかな。SUVC に続いて作ったラジコンです。前回の SUVC でね、失敗したところとかを改善して作りました。でもあのブレーキついてません。まあ、小さくなったね。そう、なんたってこいつは軽い。測ってみよう。じゃ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 ーん。ではまず、よいしょ、オンにして乗せます。裏返しの方がね、全体的に重さ測りやすいので。さて何グラムかな。854。軽い。1キロなんだよ。こんな軽いラジコン見たことない。デプでここにタイヤのがあって、はいはい、こうとかちょっとね、スカスカですか。はい、ちょっと見てください。こんなに軽いんだよ。もの少ないこと。ねえ、軽くなったっていうのは意外と俺の技術が発達したってのもあったね。はい、では機能を紹介したいと思います。アップしすぎたか、いいか。ガルイング、ドアがガルイングになっています。開きます。反対もね、同じようになっているんです。で、ちょっと戻して、サスペンションがついてます。前と後ろね、全部で4個ついてます。こんな軽いのにサスペンションもついてるんですね。で、レシーバーがここにあります。バッテリーボックスは、よいしょ、ここです。はい、ではサスペンションもついてるし、あ、まだだった。リモコンの説明したいと思います。あ、ちょっと待って。はい、こんな感じです。このタイヤは何かっていうと、全身交代です。こっち、右に回すと前に行って、回せば回すほど速くなる。左へ回せば回すはバックで、回せば回すほど速くなる。まあでも限りはあるんですけどね。で、次こっちハンドルです。よいしょ、ハンドルです。回すと動いてるね。右に回すと右に曲がるようにハンドルが向いてくれます。で、ハンドルは左に回します。左に向いたね。左に曲がります。はい、で、こんな時に、こんな時つうか、便利なボタンがありましてですね、赤ですよ、この赤いボタン。この赤いボタンを押すと止まります。おっと、止まった。で、タイヤが曲がっている時だと戻る、まっすぐになりますね。はい、これはいいですね。使いますよ、このリモコン。電車セットについてきます。はい、あとこいつね、どっかで見覚えあるなって思う人いるかもしれません。それはこいつが、こいつでしょう。8297、検索すると出てくると思います。これです。これベースで作っています。似てるんじゃない。ちょっと、こんなもんだ。うん、よく見てください。似てる、似てない、似てるね。はい、後ろはちょっとこっちに乗ってないんでね、
比べられませんか。はい、じゃあデコボコ道行きますか。カモン、行きまーす。登れない。戻れない。おう、あいつずれた。やった、いけた、ラッキー。怖くのはないかもしれないけれど。じゃあこれは駆動方式 MR なのでばっかり行ってみよう。ちょっと後ろね、バッテリーボックスの重いのあるもんだから、いけるかわかんないね。いけたー、びっくり。はい、終わりにします。ありがとうございました。じゃ、またねー。